1900年、ウィリー・ブルメスターは、ドイツのバイオリニスト。法日時のブルメスターと、チェリストのヨーゼフ・ホルマン・ベルリン高等音楽学校で、ヨアヒムに学ぶ。1885年に、古典的な純粋な様式日よりも、超絶技巧に磨きをかけようとの目論みから、ベルリンのヨアヒムの元を去る。1895年まで、ヘルシンキフィルハーモニー還元楽団で、 コンサートマスターを務め、フィンランドの楽譜出版賞、コンラット・ファーゼル、コンラート・ファジルの姉妹で、ピアニストのナイマ・ニーマと結婚した。シベリウスとも面識があり、そのバイオリン競争曲の初期校に助言を与えた。シベリウスは、ブルメスターに、チャイコフスキーにも匹敵する作品になると激励され、当初はこの作品を、ブルメスターに検定するつもりだったというが、 ブルメスターは初行なびに改定校のそれぞれの初演にスケジュールを合わせることに失敗し、ミスミス歴史的名作の検定先となる機会を逃してしまう。この間ブルメスターは初行を再演する権利を獲得しようと作曲者に打診するも叶えられず、最終的には一度もシベリウスの競争曲を演奏しなかったという。 ブルメスターはハンス・フォン・ビューローにも認められたほど高度な腕前の演奏家であり、あらゆる学派の作品を十分に演奏できるだけの幅広い趣味を備えていた。18番はパガニーニの作品だったが、しかしながら古典的な作品の演奏はやや冷淡で上官に欠けていたと伝えられる。ヨーロッパ大陸では非常に高い評価を受けていたが、 イギリスやアメリカで初めて演奏した際は、聴衆を感動させることができなかった。それでも左手のピッチカートや、重音奏法による急速なパッセージのように、驚異的な超絶技巧で聴衆を引き込むことができた。ブルメスターの演奏はピッチがあやふやで、それがいくらか成功の妨げになったようだ。後年になって、このような欠点はかなり改善され、 後年のブルメスターの演奏に接した者は、掛けねなしの美点に、大いに感銘を受けている。ブルメスターは、音楽活動において、心なしか、足かせを感じており、親指の付け根を痛めたために、かなりの苦痛を感じていたようだ。1923年に訪日し、演奏会を行うとともに、自作の商品をアコースティック録音した。アラエビスこと、 野村古道が伝えたところによると、リサイタル当日は、聴衆の入りが悪くて落胆したということらしい。作曲者本人に招かれて、サンクトペテルブルクで、チャイコフスキーの競争曲のソリストを務めたことがある。後に、チャイコフスキーのいくつかの作品を、バイオリン独奏用に編曲した。他にも、バッハのいわゆる G 戦場のアリアや、 クリスティアン・シンリングなどの北欧の作曲家の作品をアンコールピースとして編曲している。また、フランソワ・ジョセフ・ゴセックのガボットをバイオリンとピアノで演奏する形に編曲したのも彼である。1722年製のストラディバリウスを使用していたこともあったが、響きが気に入らなかったため、ミッシャイルマンに売却しているマーテンス。154ページ。ありがとうございます。